グザビエさんを発見した。これは攻撃したら拍手してくれた。なんだ、護衛炉神はもう直したぞ。何やってんだろグザビエさん。映画撮ってんのかな。剣術エイ。暇なの。制作、自分も何かの役をもらっていい？たたら物語はずっと忘れない。主に戦闘シーンだからな。お前たちは一人前のかかしだ。え？読むのめんどい。十三郎？残りの侍を率いて盗賊と激しい戦闘を繰り広げた十三郎たちの勢いに負け、盗賊たちはちりぢりに逃げ始めた。急増十三郎、盗賊どもが逃げるぞ。そうやすやすと米を諦めるわけがねえ。気をつけろ。盗賊を倒した後、十三郎は呆然あとるえとあたりを見回し叫んだ。盗賊はみんな倒したぞ。十三郎は呆然あれ上のやつ呆然じゃないよな。立ったまま辺りを見回すといきなり号泣し始めた。どういう話。台本をこれ覚えんといけんってことかな。だとしたらめんどいよ。興味ないものを覚えることほどめんどくさいものはないよな。そうやすやすと米を諦めるわけがねえ。どういう状況なの。気をつけろ。盗賊はそう2個か。はい。間違えた。こいつじゃない。調整を始めた。何？命を捨てに来たか。運命よ、ここにいてよ。逃がさない。旅となれ。やはり、はめた。
行け。綺麗にしませんと。追い払う、追い払う、追い払う、追い払うよ。追い払うよ。裁きを。記録範囲から外れてはならない。戦場のお掃除の時間です。やっ。これは位置を移動する。はいこれでいいの。盗賊は盗賊は全部倒した。完璧に取れた。よかったね、グザビエさん。大発明家、大発明家グザビエ。なるほど、これで終わり？いや、早っ。え？なんかこう歩き回ることで、あ、ちょっと歩き回ることで始まるあれもあるんだな、任務も。おお。なるほどね。